どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グルリインボーク、メンテナンスが終わりました。新しい占領戦第11回占領戦が、開幕しました。というわけで僕はグル側です。はい、グル勢の皆さんよろしくお願いいたします。今回は有馬騎将駆逐せよの A に、挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこちらです。原作再現ということでいよいよルート A 大詰めですね。関ヶ野袋 VS 有馬騎将ですね。相手が水属性なんで両脇を、アモンさんと除草重造有利属性の草で固めてやっていきたいと思います。で今回ですけど、ブースト、待って、また駆逐開始が押せないんだが、ブースト材をですね使ってるんで攻撃力と防御力2倍にしてます。で、防御力2倍かつ、まあ、草属性で有利属性取ってるんで、まあ、回復薬いらないかなと思ってムツキをね下げてるんですよね。重造の後ろにもしかしたら出すかもしれないけど、まあ、エトが死なない限りないけるとは思う。ちょっと待って気づいたこと一つ、エトで有馬が見えねえおい有馬見えねえぞまあいい、こいつがでかいだけだろ。とりあえずアモンを貯めようかなと思ったんだけど、これさ、エトを貯める立ち回りしてエト貯まるかな。まあシフト使えばいいか。とりあえずアモンさん貯めますか。あー、この感じだと多分エトに溜まるような立ち回りしても溜まんないんだろう。ただ次のシフト使ってエトが溜まるかって言われたら溜まんねえような気がするぞ。でアモンさん発動。またこれエト溜まんなくね思ったけど、ここでちょっとエト出してエトで殴って 4,5,6 ちょっと待て溜まったわ。あ、溜まったというかブレイクしたのか。危ねえ。でここでブレイクバースト発動で、まあ、防御力半減になっちゃうけど、まあムツキ出す羽目になるのかなこれは。じゃあここアモンさんにちょっと火力出してもらおうかな。ちょ、どれぐらいか見たいんだよなアモンさん。まあリニューアル前のフェス限キャラとしてね、一発が77万ぐらい出たな、クリティカルで。じゃあ次重造で、でこれで相手の攻撃力半減ですね。まあ、実質防御力 0.5 倍は意味ないということでね。48万ぐらい。じゃあちょっとアモンさんスキル溜まりやすいし、アモンさんでぶん殴っていこうかな。やべ、アモンさんさ、ほんと熟練度 100% してアタックポイント上げてたらさ、めちゃめちゃスキル打てるよね。化け物なんだが。よし、このターンやるべきことは終わったな。有馬何使ってくるんだろう。 1.5 倍ダメージ全員じゃん。やべえ、これ死ぬなこれエト死ぬな。重造も死にそうだな。危ねえ、これ一回ムツキ下げないとダメだ。このターンブレイクバーストかからないな。そうだな、エトは攻撃力2倍なんぼだったっけ、わかんない。でかいバフが3ターン勝ってるんで、とりあえずアモンスキル打たなくてもいいか。いや、打てるんだったら打とう。で、ムツキを出したい。とりあえず。てか、重造でいいや。お題は結構。とりあえず重造打って、ムツキを出しましょう。で、ムツキを試させたい。この一旦でたまるかな。なかなか厳しいような気もするが。おお、やるな。ムツキたまりそうではあるが、でこれで防御力をリセットさせていきたい。やるな。 OK、 やるべきこと終わった。このターン持続回復あるからね、ちょっと重造を出すタイミングが難しいんだけど、もしかしたら死んじまうかもしれないな。でムツキは防御力ダウン受けないんで、ムツキで、そうだね、スキルを発、おっと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 、危ない。めっちゃ回復
めちゃめちゃ回復するじゃん。危なかった。今、エト死ぬかと思った。エトのスキルを打つんだったら、ムツキが全員にいるときに打ちたいね。だから、ここは、アモンさん。ああ、そうか。ブレイクバースト発動させたいんだった。忘れたわ。いやー、どうだろう。これさ、ムツキ下げんの、最適解じゃないような気がするんだよな。だからここはエトのブレイク、うわー、どうすりゃいい。難しい。ちょっとわかるかな、この葛藤。エトのブレイクバーストいいか、このターンは。とりあえず、いや、撃とう。ここはでもこの判断は罰だと思うけど、今頭が回んねえ。撃ちます。ここでシフト使うの沼かな。さっき有馬がどんな攻撃してたか全然見てなかったんだけど、自分の攻撃に武器耐久値削る攻撃あったっけ。最近のトレンドなんだけど。やべ、あと1回撃てるな、アモンさんは。なこのさ、ルート A のまあ終盤の目玉の戦いでさ、関谷の袋 VS 有馬騎手はあるんだけど、あそこの腕切るシーンのさ、戦闘が良すぎてさ、ブスーって刺してきた時、避けてこの流し切りみたいな感じで鳴る神でさ、エトの腕ぶった切るシーンがあるんだけど、あそこが好きすぎて。待って、エト飛んだ。うわー、やられた。オールよ。ちょ待って、エト飛んだんだけど。出血させて、やっぱりちょっとオールにもあれだな、かけていきたい。いやー、エト飛んじまったか。原作再現だな。まあ、死んでねえけどよ。まあそこね、ルート A 放送されてた時はやっぱほら、原作はさ、まだ RE そんな話がさ、こう明るみになってきてなかったじゃん、真相が。だからそのエトと有馬グル説みたいな、あのグール説じゃない、グル説ね。ルート A のね、このエトとさ有馬が戦闘、まあ、前から言ってるんだけど、エトと有馬が戦闘するときにさ、ブツブツ言ってるじゃん、有馬がコソコソコソっと、微妙に口動いてるじゃん。あれ絶対なんかさ、こう助言っていうかさ、なんていうの、口裏合わせみたいなこうしてたんだろうなっていう予想がさ、ずっとされてたんだよね。じゃあここはオールブレイクバースト持ってたかな。あ、持ってるね。 S プラス、じゃあちょっとオールにブレイクさせるか。オールにブレイクさせたいから、とりあえず全員で殴って、ムツキを出すか。ムツキじゃねえ、重装だ。全員で殴って、オールでブレイクさせていく。じゃあ俺、オール久しぶりに使った気がするぞ。かっけえな。ギラ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 。このエフェクトね。このエフェクトが最高なんですわ。あー、重装を使ってなかったからあれかな。いやでも3ターン目だよね。重装を使ってバフかけてなかったからかな、デバフ。0.4 倍。リアルな。で、またアモンを。あ、やべ、しくった。試さすムーブをしていく。おお、いいよ。で、ここもうアモンたまるから、オールもう一回殴れるかな。で、た重装は無理なような気がするんだよな。あ、でも重装いけたわ、これ、この感じ。どっちも取れねえみたいな。2頭もの1頭も得ず。やべえ、迎え出そう。僕が
ビットお前うるさいんだよな、一人だけ。シフトで出してきたけど、僕がーで毎回臭い。待て。最後の最後、そういや有馬駆逐いたよね前に、なんか最後一撃ズドンってやってくるみたいな、そういやあったわ。自分のアタックポイントを全部消費して相手にどでかいダメージをズドンとやるっていう。今ダメージどれぐらい出たんだろう、ちょっと全然見てなかったけど、ああ1億出せなかったか。まあ工夫すれば、と最後まで生き残らす立ち回り方して、まあアモンを使いつつかな。アモンの方が出るよね火力。俺重装の使い方間違ってたかな。まあ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 、いけるんじゃないでしょうか。今回ダメージが2億あるのかな。とりあえず9000万出てるんで、はい、まあ1億は出るだろうと思うけど、ということでですね、今回は駆逐有馬騎将駆逐せよの A ですね、原作再現ということで江戸のパーティーで挑みました。では引き続き占領戦頑張っていきましょう。お疲れ様でした。今回村瀬が取れております。どうぞ。